派手な登場はバイソン木村、そしてメドゥーサ。コーナーホットインコーナーが出てまいりました。175番の吉田真理子ホットインコのコンビでやります。170番の堀田由美子。大森ね、このメドーサっていうのがね、はい、日本のリングでもうね1年間戦ってまだ日本でやりたいって言ってるんですよ。日本が好きなんだよこの選手は。レスリング上手いですか？最初は下手だったけどもね、最近は上手くなった。とにかくね根性あるよ。いくつなんですか？難しい質問をするないくつでしたっけメディさん？4か5ぐらいだよね。若いんだ、うん、だからね昔はほら随分外国からの選手が来ましたけども、はい、すぐにほら2ヶ月か3ヶ月でもうホームシップに勝って2、3試合で帰った人もいるでしょ。この人は違うよ。とにかく日本でずっと戦ってね多く成長した選手の一人なんですよね。このメドゥーサが登場いたしました。とにかく登場の仕方なんか今見ておりますともうすっかりノリに乗っているとそんな感じがいたします。さあ試合が始まりました。吉田真理子そしてバイソン木村が登場しております。まあ今日は大森ゆかり選手の前でねメドゥーサがどういった試合をしてくれるかこのあたりも楽しみであります。さあメドゥーサ登場いたします。レスリングのあの力っていうのはねまだ大森、はい、十分にあの見る目を持ってると思いますからメドゥーサ見てあげてくださいよ。おっほらおお。とにかくあのお客様にアピールするっていうのかなそういったあの気持ちねこれは大したもんでね、アスカ。ですから最近ですね、うん、日本のレスリングスタイルを覚えたのと並行してやっぱりもともと持っているジャージのショーマンシップって言うんですか、はいはいはい、だからもうそれがうまくミックスされればすごい選手なんじゃないですか、うん、そうですね。ジャガーなんかもね最初はどうかななんて首をかしげったんですけどもこの人のあのひたむきさっていうの、これにも頭下がるよねメドゥーサ。そうですね、うん、最初はあの大きいものだけでつなげようと思ってたんで、はい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 、内容がなかったんですよね、はい、でも今は細かいことも覚えましたしね内容的にも濃いんじゃないでしょうかね。ほらこれです。気が強いんですよ美人ですけどもホッタイムコに負けておりません。とってもいった。何かこれ格闘技戦になりましたね。ああ卓戦じゃなくて格闘戦の様相を呈してまいりました。今日の一戦であります。今なんかもあのなかなかうまくカウンターで膝を使ってますでしょう。ねえ、ね、いいですねこれ、そうそう、うん、安倍さんにもね改めてあの現在のメドゥーサ表というのかな、うん、安倍さんの見るメドゥーサどうですか。いやもう本当言われ通りねどん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 良くなってますね。だからここでもう一つというところがあるんですけどね、はい、そのもう一つは何やっぱりね最後につなげるときにね、うん、まだもうちょっとまだ弱いなっていう感じがあるんですよね。あそうですか、要するに自分の勝ちにつなげるのが、ねはいはい、その部分はもうすぐそれも完成できると思う時点にまで来てると思います。なるほどね。ですからあのつなぎ技みたいなものはもう十分にあの覚えちゃったっていうか、はい、特にあのアメリカンスタイルとそれから日本のスタイルとは当然違ったでしょうけども日本のスタイルなんかも覚えましたよね。塩野さん、はいはい、あのメドゥーサがね、うん、控室でね日本の雑誌をじっと読んでましてね、はい、何やってるのかなと思ったら一生懸命ねあの日本語のね日本の文字の勉強やってるんですよ。ほうほう。今ねカタカナはねだいたい読めるそうです。あそう。ひらがなと漢字はちょっとまだ難しいんだけどカタカナはだいたい読めるようになって、で難しいのはあのカタカナの死とつね、うん、あのちょっと区別がつきにくい外、うん、とかね、そのあたりを今日ね盛んにね、うん、あの長坂アナウンサーにいろいろ聞いてました、うん、あそう一生懸命教えてました長坂。あそう、いや長坂君がね、まあ、あの前半は選手 の, あのインタビューなんかね担当してくれてるんですが大の、プロレスファンでしてね技なんかも僕らが知らない技を全部知ってましてね今や僕らの先生であります。さあチョーク攻撃というねアピールがありました。カウントを取りましたレフリー。さあ再びスリーパーの体勢に入ります。そしてこのままメドゥーサにタッチか。バイソン木村メドゥーサそして凶器を取り出しました。さあロープに振りました。格闘技戦で使いますが宮君
この競技の名前なんつったっけ。トンファーですけどね、いつも忘れちゃうんですけどもね。今吉田が手で受けちゃいましたね。あ、そう、腹じゃなくて腕で。あ、そうなの、今のは効いたんじゃないですかね。いや、そうだね。これは選手たちには本当不評でしてね、市内よりも効くっていうんでね、脳天を突き抜けるようなね、なんか衝撃あるらしいですよ。実況中継しててもね、つい嫌な気がしちゃうね、あの競技がね。メドウサどうしようというんでしょうか。お、パフォーマンスがあったけども、この辺りがメドウサの人のいいところであります。あんなところであのお客さんにアピールしたって当然やられますよね。愛嬌があります、メドウサ。さあ、ロープ越し回転に入れるために入りましたが、これはカウントワンであります。堀田由美子と手前入りました。そして2人攻撃に入るかどうか、キックを使った。これは仰向けに倒れております。上から重い堀田由美子行きました。しかしバイソン木村がすぐに出てまいりました。さあ、今度はどうやらメドウサが捕まったようであります。メドウサロープに振られました。吉田丸加えた、ドロップキックでやります。あ、メドウサちょっとね、どうしたんでしょうか。自分でエプロンの方に逃れてしまいました。ここはバイソン木村の登場であります。さあ、バイソンとそして堀田由美子登場。堀田がどうか、一回転。さあ、取って下に叩きつけて、相変わらずの重量攻撃であります堀田由美子。しかし今日はちょっと出番が少ないようであります。もっとガンガン出てもいいと、そういったジャガーの注文もありました。さあ、吉田麻里子、堀田がどうか、コーナーで待ち構えるか。よっしゃ、今度はどうでしょうか。どうやら、あっと、エルボーが飛びました。強烈なエルボー、これは効いたようであります。試合時間10分を経過いたしました。今日の30分日本地方タッグ戦であります。おーおー、出た出た、これはどうかな。大森、今の、今バイソンが使ってるんですか、なかなか見事ですね。いいか、あ、後輩のちょっと ね、勉強してるんじゃないかと思うんだけども、なんて言うんですか、名前は。あれはね、バイソンチョップとでもあるんですけど、まだ名前ないんですか。なんていうのかな、宮城くん、なんかついてるか。いや、特についてなかったと思いますが、バイソンチョップにしようよ。いや、そうしましょうか。勝手に決めちゃいますね、バイソンチョップ。でもいわゆるバイソンチョップですか、キャラテチョップ、いわゆる毛さ切りでね、使うことが多いんですけども、今出ましたね。ね、これが最近ね、やはりバイソンの決め技になってるわけ。ね、私、大森さん使ってますよね、この技。よくやられたんですけど、今その先輩の大森さんの目から見て、今のバイソンチョップをちょっと聞かせていただきたいなって。どうですか。ね、空手チョップはね、あれも本当不評だったんですよ、痛いと言って。ああ、そうだろ。今木村のも結構痛そうです ね、 ね、しかしバイソンチョップがペレーに決まりました。大森ゆかりの場合は僕らね、ちょっと時代が古いけどね、雰囲気が、格好がね、力道山に似てたんでね、本当に力道山の空手チョップを思い出したよ。今日はその先輩が乗る中、バイソンチョップ、北蹴りチョップが鮮やかに決まりました。今試合終わったばかりの、バイソンメドゥーサ組が来てます。どうぞ。あ、血が出てますね、メドゥーサ。わ、血、大丈夫。大丈夫です。ホット、吉田さん、 This just isn't a pretty face. You should start studying in a new profession, and that's proctology!新しいコンビですけども、どうですか、試合の方やりやすかったですか。思う通り攻めてくれたから勝てたと思うし、全然相手になんねえよ。相手は堀田吉田じゃねえんだよ、ブルだ。お前絶対倒してやるからな、てめえ覚えてろ。超ムカつくって顔見るとこっちがちょムカつくって、もう本当にもう嫌になっちゃった。携帯電話ライブ中に鳴らしたらとでしょうがよ。もう本当にいい意味でこういう輩は脳天かちわって脳みそチューチューストローですって差し上げます。
フジテレビでは平成3年度の社外モニターを募集しています。この応募資格に当てはまる方は12月21日までの平日9時半より5時半までフジテレビ受付で応募用紙をお受け取りください。場内が完全にされました。これから横浜文化体育館は 3AA の世界タッグ選手権試合であります。トヨタと組んで井上が登場してあげます。大きなチャンスが今日転がり込んでまいりました。井上、そして今人気実力最高と言われておりますトヨタ。場内に入ってまいりました。下から上がってくるものに対しては激しい闘志をむき出しにしております。北斗晶、そして南鈴鹿両選手であります。どんを回せます。鮮やかな衣装をまとっております。チャンピオン2人チャンピオンベルトを高々と掲げました。さあ、いよいよこれから 3AA の世界タッグ選手権試合でありますが、阿部さん、今日は突如豊田真奈美選手と、ね、コンビを組むことになった井上京子選手なんですけどもね、このカードが発表になった途端に豊田真奈美選手はぜひ山田敏夫と塩野さん組ませてくれとこういうふうに言ってましたよね。塩野さん、はいはい、ちょっとお話中すいません、今ですね、本部席で、レフリーをどうしても山田がやりたいというふうに言ってるんですよ。ああ、なるほどなるほど。もう山田レフリーと相談の結果、山田選手がレフリーとして登場いたします。ああ、わかりました。はいはい、ということで話の続きになりましたが、まあ、なんとしてでも山田敏夫と組んでやりたいっていうふうにコミッショナーにね懇願してましたでしょ、はい、その後これを、まあ、一蹴されて受け入れられずに井上京子に変わったわけなんですけども、この辺りのねチャンピオンチームのそのコンビネーションとの私たちこの実況放送席で一番気になるところなんですかね、どんなもんでしょうか。さあ、まずチャンピオンチームが行きました、チャンピオンチームの方はですね強烈に襲い勝っておりますが、しかし井上も負けておりません。今日は思わぬ挑戦権を手にいたしました。若い井上京子であります。本来は山田敏夫が今日久々カムバック再起第一戦といたしまして、トヨタと組んで 3AA のタッグ戦を戦うのかなと私も思っておりましたし、ファンもほとんどの人たちが今日はそれを期待してこの会場に詰めかけていたようであります。しかしやはり山田はまだ無理なんだと、お医者様の正式な許可が出ていないということで、急遽この試合が始まります前に井上京子選手とパートナーが決定いたしました。その瞬間豊田真奈美選手はですねやはり涙を流して懇願いたしました。この辺のところは三宅君が一番よく近くで見てましたよね。はい、もうなんでなんだっていうね表情を急に見せて、こちらにね血相を変えて、トヨタの両、トヨタ選手が飛び込んできましてね。そうでしたね。で山田選手は本当この放送席の目の前で土下座までしてね、そうそう、お願いだからやらせてくれと、で今コミッショナーがこの本部席いらっしゃいますんで、はい、そのあたりのコミッションとしての判断をね、もう一回改めて聞きたいと思うんですが、はい、山田敏夫がやはりリングに上がれない、
そのあたりの理由をもう一度聞かせていただきます。やはりね、主治医から OK が出ていないということが一番大切なことです。やっぱりこの試合一つじゃないんで、彼女はやっぱり大きな器だと思いますんで、ね、ここできっちり直してその上でトレーニングを積んでリングに上がるべきだと思います。急ぐことはないと思います。それが理由です。というコミッショナーの判断ということで、しかし試合の始まる前にまたすぐ山田選手が飛び込んできましてね、試合ができないならレフリーとして、はいはい、リングに上げてくれと、でこの願いは届けられました。まあそうでしょうね、はい、ということなんですが、まあ、山田剛選手は、来週あたりからまた地方巡業に出ますけども、ここでエキシビションをね何試合か重ねながら、よかったら12月の後楽園ホール最後の試合に、ね、遅くても来年早々には、まあ、もちろん担当のお医者様の、ね最終決定がありますけども、ファンの前に、その待望の勇姿を見せることができるんじゃないかと、まあ、私たちも大いに期待しているところであります。さあ試合が始まりました。今日はアスカの隣にね大森ゆかりさんがね、特別ゲストとしてね、リング上をじっと見つめてますけども、この 3AA の作戦、まあ、アスカもそれから大森もねたくさんの思い出がありますよね。アスカからも一言聞いておきましょうかね、はい、こういった即席コンビで今日はチャレンジャーペアがね試合をしなくちゃいけないわけですけども、どうですか、試合が始まっちゃえばもう忘れちゃう。やっぱりタッグで一番重要なのはコンビネーションですから、うん、例えば選手同士ね例えば性格が合わなかったとしてもやっぱりタッグとしてこうキャリアを積む中にね、やっぱり一つ相通ずるものをね、うん、こう掴み取っていけるっていうのがあるんですよ。それが一番試合で重要だなって自分も思うんでね、やっぱりさっき阿部さんもおっしゃいましたけど、やっぱり即席っていうことに関してはちょっと不安がある、大森、大森もやはり大体同じような意見ですか。スタート見ました。最初ね、トヨタが出ようとしたところ、はい、井上ですか、そうそう、殴ってでも自分が出るあった、ね、なんか自分って一人一人がなんか頑張ろう頑張ろうとしてて、はいはいはい、タックとしては今ちょっとどうかなって感じですね。タッチのチャンスなんか今だってあったんだけどもね、これまたトヨタがねタッチしようとしないもんね。お互いに頑張ろう頑張ろうと思っちゃってるんですね、これきっと。これでいってるとね、やはりチャンピオンチームっていうのはねしたたかですしね、十分にキャリアを積んでますから危ないところであります。特に今パイルドライバーでね頭を打ちました。この辺り本来だったら、まあ、信頼してる同士だったら当然タッチに行くでしょうしね、また手を伸ばすんですけども、井上京子もじっと見てます、行きませんね。さあましてじゃがこの北斗そして南っていうのは下から上がってくる後輩に対してはもうなぜか容赦ありませんもんね。厳しいですからね、むき出しの投手でしょう。そうですね、でもそれは当たり前のことですけどね。そうそう、それだけにこういった即席コンビで果たしてどこまで戦えるかどうかであります。まあ、個人技というか個人の力はもう十分であります。ご覧ください、豊田真奈美、この人が今多く成長しております。大森ね、やはりトヨタがね、一番今ファンの熱い注目を集めてるみたいですよ。この子も本当闘志むき出しっていう顔してますね。しかも技術の裏付けみたいなのがあるでしょう。体は小さいんですけどね。ボディシサーズががっちりと入りました。ちょっと苦しくなった北斗。塩野さん、はい、今日はね、ぜひ大森さんにですね、北斗のね、動きを見てもらいたいんですが、そうなんだよね、タッグリーグでしたかね、大森さんね、はい、あれでも一緒に組んだり、やってたもんね。北斗がですね、はい、私の師匠が今日は来てるんだと、大森さんはどういうふうに思うかどうかわからないけど、私は師匠だと思ってるんだと、北斗とか南とか言われても宇野鈴木って、そうなんですよね、宇野宇野って言わなきゃ、そうなんか北斗とか言われてもピンとこないんですよ。はい、ぜひですね、宇野が大きくなった自分をぜひ見てもらいたいと、宇野したこといいですよ、こういうふうに言ってましたんで、ぜひお願いします。じっくり見させていただきます。そして今度は南にタッチしております。井上に対しても相当な声援が飛んでおります。今日の横浜文化体育館であります。そしてレフリーを務めております山田敏夫、まあ、考えてみれば北斗だって一時ねもうプロレスラー復帰は絶望かと言われたような大怪我をして、山田と同じような怪我ですよね。そうですね。それで今こうしてチャンピオンベルトをねちゃんと巻いてるわけですから、山田としてもこの北斗の後にどうしても続きたい、そういった気持ちは大きいでしょう。今日はその山田としにとって大きなチャンスだったんですけども、やはりまだ気は熟していなかったようであります。レフリーとしてこの試合に参加してくれております
さあ井上、おっとバックを取った、どうするか。このまま蛇固めの体勢でありますが、カウントは1であります。この試合は60分3本勝負であります。おっとまたバックを取られました。さあお互いにバックの取り合いになった。井上がいった、ジャーマンが出た、カウントどうか。おっとカウント 2.5、 井上素晴らしかった。今度は足を、右足を固めていきました、フィッシャーマンであります。これまた懸命に懸命にこらえました。さあ大技を連発しております、井上京子。おっとバックを取られてお返した。これはちょっと体勢が崩れました、井上であります。そして南が待っている、南が強烈なキックであります。さあそして向こう側、今度は北斗が待っている。北斗はどうかと、強烈なミサイルキックは空振りに終わりました。さあ両足を固めるようにいたしました。どうするか、井上京子。おっとなるほど、いやこれはアスカ、はい、井上いつの間にかこういう技を覚えたのかな、なんか得意技みたいでね、この間からジャイアントスイングを使ってくれてるんですけど、そう、ね、今のカウントは2であります。カウントは、いや取ったのかな、3、3入りましたね、入りましたか、はい、あ今度はなったんですけどもね、おこれは少しラッキーという感じもいたします。際どいところでした、カウントが入りました。山田敏夫がカウントを入れました。15回大会2月10日11日両国国技館にて開催。相撲界に今新旋風が巻き起ころうとしている。お問い合わせはご覧のところまで。ひょうきん弓がマグロを徹底追求。前回に引き続き美味しいマグロ大特集大詰め後編。海のダイヤモンド、マグロをめぐってさまざまな駆け引きがうごめく。月曜夜7時。もう試合が始まってしまいました。ゴングを待たずに試合が始まってしまいました。予想通りエキサイトしております。今日の 3WA のタッグ選手権試合であります。一本を取りましたが、今の一本については解説の阿部さん、阿部さんはどういうふうにご覧になりましたか。な大技でね、がっちり固め込みましたからね。カウント3は認められますね。十分認めますよ。あそうですか、はい、微妙なカウントであったことは確かですけど。なるほど、入りましたからね。確かにそうですか、はい、山田敏夫がね、やはりカウント3をピシッと入れるっていうのもレフェリーとしてなかなか決断のいるところですもんね。そのカウント3を入れました。しかし塩野さん、今の微妙な判定でね、はい、山田に対して何か北斗がやるかなと思いましたけども、さすがなんかチャンピオンの貫禄というか、そうか分かった、じゃあ一本は相手にやろうじゃないかみたいな、ね、はい、そんな雰囲気だったですよね。余裕もありましたね、それから今私もね微妙だなと思ったんですけども、阿部さんの解説を聞くとね、やはり大技でピチッと入ったそうですから。そうですね、はい、これは十分取られた方の北斗としても分かってるんですよね、さあどうか。おっとこれは今何に行こうとしたんでしょうかね。トヨタさんだと思うんですけどね。なるほど、最近ね一発見したくてしょうがないと言っておりました。直訳すれば日本海スープレックスでありますが、これが2発に終わりました。さあどうやら流れはチャンピオンチーム側に移ったようであります。パワーボムが入りました。そしてどうするか、トップオープンに上がってチャンピオン2人が強烈のミサイルキック、左右から浴びせました。これは強烈であります。トヨタ止まりません。そして今度は南がいった、1回飛んでやります。さあどうか、カウントは3、あっという間に返しました。一本一本になりました。なるほど、いつでも一本は取れると、そういった感じで受け取っておりますチャンピオンチーム。あっという間に一本を返しまして、一本一本、あっとちょっとこれは
同士打ちですよ。こういうことをしたんじゃなかなか試合にジャガー勝てないんじゃないでしょうかね。そうですね、もうさっきからあのペアがありながらね、この2人が対決しているような感じのところがありましたからね。これしちゃいけませんよ ね、 そうですね、決まった以上はやはりピシッとね、はい、あーっとゴング前またも襲いかかりましたのが南鈴鹿であります。さあトヨタ1本をチャレンジチームが取ったんですけども、2本があっという間に返されました。1本1本から決勝の3本目に入りました。横浜文化体育館さん、はいはい、もう一つ、ね、情報があるんですが、はい、まだ、ね、出してないんですけどもね、北斗が今日ですね新しい技を1個出すっていう風に、ね、試合前言ってたんですよ。北斗、前々から出してはいたんですが、名前がついて、あのちょっと DDT の変形なんですけども、はい、あのノーザンライトボムと、まあ、北斗のボムってことですかね。ノーザンライトボムというです、ね、名前つけたらそうですが、あのちょっと僕もね前一回見たことがあるんですが、横に落とすような感じで、あの脳天から相手をマットに叩きつけるんですよ。なるほど。これ出るとその時また僕言いますけども、よろしくお願いします。ノーザンライトボムという技を今日出すと、はいはいはい、これは北斗のオリジナル、ただまだ出てませんので3本目に出る可能性多いですね、はい、少し期待しましょう。まあ、あのいろんな技を開発しながらね、やはりいいタイミングで使おうと思ってるんですけども、逆にその技のことばかりが頭にあると、そのために全体の流れを壊すってこともありますし、難しいですね。そうですね。さっきのね、トヨタのジャパニーズオーシャンもね、はいはい、そうそう、まだ出すタイミングではないのかなというところでね、出してしまいましたね。そうでしたね。まあ、あれがあの綺麗に決まればですね、あるいはストレート勝ちっていうことも目論んでいたのかも分かりませんですけどもね、さあ強烈、これは井上京子、鮮やかなドロップキックが入りました。さあもう一発どうか、ボディアタックでいきました。そしてもう一回マットに振って、おーっとこれは抱え上げられて場外にあっという間。さあ北斗が飛ぶか、北斗が飛ぶか、一番高いところに上がって飛ぶか、強烈でやります。放送席の前もう一回飛んだ、今度はトヨタが飛びました。強烈な場外戦が展開されている。今度は南が行った、いやー高いところから南が飛んだ、そしてトヨタが飛んだ。試合は場外戦にエスカレートしております。大森さんどうですか今日の 3W。 すごいですね、やっぱりチャンピオンチームもですね、はい、あの結構タジタジしてますね、してるところもある、本当はね心を込めてタッチをしてもらいたい、そんな気持ちがいたしますが、ちょっと無理か。強烈なドロップキックが入りました。これが強烈でやります。さあ南鈴子は完全にバテバテ。さあここでタッチか、ちょっと手を伸ばそうとしておりますが、おーっとバックを取った、やりました。いやー体が柔らかい、すごいですね、カウントバットすごいでしょう。自分の頭ついてないですよ、はいはい、あれだけの体の柔らかさ、やはりジャーマンなんか、おーっと今度は出た、これはどうでしょうか、決まったか、場所が悪かった。これがあのジャパニーズオーシャンスープレックスってんですか、はい、あまだあの自分の技にするには今一つでしょうね、タイミングといい。そうですね、はい、まだ2回ですからね決めたの。そうそうそう、なんとかねこういった 3WA という大きな広き舞台で決めてもらいたいところなんですけども、今のはややバッといった感じでした。さあ北斗が出てまいりました、強烈なミサイルキック、炸裂でカウント、2点後でした。さあ北斗この辺りでそろそろ勝負を決めるか、さあどうでしょうか。今のあの、ドラゴン、はい、ですか、なるほどね、ちょっと上の方からもう一回行こうとしておりますけども、さあこれはどうか、次々に大技が出ます。さあトヨタ、まあ本来でしたら井上のところに行くべきであります。ここはタッチをなんとか求めなくちゃいけないんですけども、トヨタももう意地を張って全く井上のところに行こうとしません。あー今なんかあのタッチのチャンスなんですが行きませんね。あーここはタッチだ、ここはタッチ、さあ井上が出ました、待ってました。さあ井上どうか、井上の突進殺法だ。さあそしてキックが入りました、
そしてしかし逆襲だ。カウントは2であります。今度は北斗が出ました。井上元気いっぱい登場してまいりましたが、さあどうか。おお、ちょっとチョップが出ました。そして初めて2人攻撃か。ダーッと逆に背中を蹴ってしまいました。やはり今一つ気持ちが乗っておりません。気持ちが合っておりません。同士打ちになりました。カウントはどうでしょう。危ない。挑戦者チームピンチの連続であります。全く気が合っておりません。さあチャンピオンチーム、これをうまくかいくぐった。もう一回挑戦者チームに2人攻撃か。見たいところなんですけども、どうでしょうか。もう出ないか。トップロープに上がって、さあ必殺の2人攻撃か。出るか。ようやく出ました。トヨタようやく出ました。これです、これです。これが出てこなくちゃダメであります。ねえ、とにかくあのピンチと見てがむしゃらに出ていきましたが、今一つ気が乗ってなかったか。おっと、今のはどうだったんでしょうか。ねえ、トヨタが思わず下に落ちてしまいました。今のですね、カウント3が入った。カウント3が入りました。うまかったですね。トヨタはあの場内に落としておいてね、ラリアートで。そしてきれいに井上強行を決めました。やはりこうしてみますと、最後まで2人の息がぴったり合っていなかった挑戦者ペア、これが敗因と申し上げていいと思います。最後はやむにやまれず、やはりトヨタが出ていったんですけども、結果的にはあの同士打ちみたいになりましてね、最後まで2人の力が結集されずに終わってしまいました。トヨタマイクを持った。もうすでに上田晋司コミッショナー上がっております。これからチャンピオンベルトが再び北斗晶に、そして南鈴鹿に帰ってまいりました。今回はあのチャンピオンチーム2人冷静ですね。挑戦者ペアの特にあのトヨタの挑発を全く無視してますね。まあ、お弱に対してはね、ちょっとああいう風に挑戦者が失礼なあれですね、バラバラになるよりはね、まあ、そういった気持ちもあって無視してるんでしょう。本チャンピオンベルトをプリンスの栄誉を与えます。4度目の防衛を果たしましたマリンウルフがこちらの方に戻ってきました。お疲れ様でした。北斗選手、最後ノーザンライトボム決まりました。そんなことよりもあんなんで試合できるわけねえだろあいつら、トヨタ井上聞いてんのかてめえら。試合中に喧嘩しやがって、うちらのことバカにしてんのかあいつら。南はどういうふうに感じました。あんなペアで試合なんてまともにできるわけねえだろ。終わった後に今度山田と組んで挑戦するというふうにね、豊田選手言ってましたけど。そんなの聞かねえよバカ野郎。実力つけたやら来い。私なんか首の骨折ってんだ。あいつは甘ったれてんじゃねえのか。レフリーなんかで出てくんな。ちゃんと水着着て試合で出てこいよ。かなり厳しいことは出ましたけども、これは本当のね、2人のチャンピオンからの言葉というふうに考えていいですね。当たり前だ。ベルトなんか挑戦してくんな。20年早いよお前ら。
横浜文化体育館金網デスマッチ、今音楽家おくみにその開幕を告げております。青コーナーより赤コーナー選手の入場です。大宮スケートセンターですでに一度はブルを破っておりますアジャコング。金網デスマッチは自分の戦いにぴったりだと言っております。アジャコングの紹介であります。こんなこと言っちゃいけませんけども、アジャコングなんてのは金網の中でひときわ映えますね。似合ってるそんな感じがいたします。氷に入れときたいですね。さあ今日は復讐の時であります。雪辱の時、負けるわけにはいきません。獄門島投手です。赤コーナーにブル中野選手の入場です。さあブル中野がやってまいりました。第1回は屈辱の敗戦でしたが、早くも檻から出て襲いかかりました。ハサミです。ハサミ出してます。ハサミ持ってる海谷君。今あのブルの髪を切りましたね。今ハサミを持って追いかけてます。清掃をして出てきたブル中野でありますが、早くもハサミを持って襲いかかりました。アジャコング、この人は何をやるか分かりません。今日は金網デスマッチ、場外のデスマッチではありません。完全な奇襲攻撃でしたね、今のはね、阿部さん。すごかったですね。ブル、切りましたね。今度はブルが当然を返してやります。お気をつけください。いやー、できたら、金網デスマッチ。金網の中で死闘を展開してもらいたかった。どんな戦いの方法を選んでも、何かブルと、それからアジャコング2人のね、憎しみ合いっていうのはね、そういったものを超えて炸裂しているようですね。すごいですね、最初からね、はい、まあ、意表つきましたね、最初はアジャがね。おっと、さあまだあの正式に紹介はされていないんですけども、どうやらもうこれは始まったんでしょうか。今日は完全にあのレフリーがいないんですね。今鍵が閉まりました。レフリーデスマッチでありまして、ゴングが鳴りました。さあ時間は無制限であります。相手がノックアウトされるまで、早くも金網に顔面をぶつけております。アジャコング、金網デスマッチの戦い方はこのアジャコングはよく知っております。今度は噛みつきでいきました。いやいや、徹底的にやってますけども、どうでしょう。早くももう額を切ってます。かかってこいというブル中野。この前の大宮スケートセンターではあの太ももを切っちゃって、ほとんどあのもう動けなくなったとか歩けなくなっちゃったんですね、ブルがね。そうですね、あのまだ残ってますけどね。そうでしょうね、大丈夫でしたからね。救急車で病院に運ばれても大出血だったそうでありますが、さあ果たして今回はどうなるか。大森さん、はい、大変なことを始めてるでしょう、女子プロレスは。すごいですね、でも一回ブルちゃん負けてるんですよね、この間。これは大変だ。エプロンに今本当に打って落ちました。早くも顔面からは流血しております、ブル中野。そして盛んに裏打ちを浴びせております。宮城君、あの試合前のインタビュー、話をろくに聞けないうちにね、何か乱闘になっちゃったみたいだけども。そうですね、まあ試合前に聞こうと思う方が間違いだったかもしれませんね。やっぱりそれだけのもう遺恨というか、なんというか因縁というか、もうね、言葉が言い合わせないような、はい、2人にはありますね、これ ね、 そうね。で、あの今日は狂気何でも OK でしょ。はいはい、何を持ってきているのかというのをね、ちょっと調べてみたんですが、調べてる、ブル中野が、はい、ヌンチャクを持ってきて、ヌンチャクチェーンを持ってきて、はい、で三節棍というですね、あのヌンチャクに似てるんですが、はいはい、ヌンチャクのもう一つあの棒がついてるような、3つの節の棍ですね、三節棍という、これ狂気持ってきてます。でアジャコングが、はい、例によって投油缶、そして投げ縄のロープ、それからですね、青竹2本、あの道場に置いてあったのを勝手に持ってきたそうですけどもね、あの青コーナーのところにね、大きな長いね、青竹がかかってるのが見えます、はい、こちらからで、はいはいはい、これを2本持ってきてます。
かしアジャコンがあの裏打ち連発ですね。なんかあれですね、速攻で勝負をつけようというような感じもありますね、はい、いきなりもう勝負をつけちゃおうというので、しかもまともにですね、やはりブルが浴びてますんでね、ブルの今まで攻撃っていうのはほとんどないんじゃありませんか。今一発だけありましたけどもね、あ不敵なあの笑みを漏らしながら裏打ちの連発で完全にブル中野、しかもあの額からは流血、おびただしくなってまいりました。こういった喧嘩殺法というんでしょうか、裏打ちが実によく効いております。あれなんとか壊さないもんなんですかね。そうですね、まあ、意表ついてね、ほら今度は後頭部ですよ、これがね大きな今や武器になっておりますが、今入った宮君これかな、おーっと、いやーじゃあ今後の巨体が沈んでしまいました。大変な、ね、大変な強化が出ました。これものすごい硬さですよ、今ね確かあの井上強化入れたんだと思いますけどもね。さあしかしアジャも負けてはおりません、完全に今日はレフリーがおりません。しかしであのサブではいるんでしょ、ついてるんでしょサブレフリーは。一応サブレフリーはあの下に2名ついてます。2名ついてますよね、はい、まあしかし原則としてはレフリーなしでやります。おーっとラリアート炸裂しました、ラリアット綺麗に炸裂、今度はキックでやります。ようやくブルが動いてまいりました。まあブロもね動かなければ、あれだけあの一方的にアジャコングの裏打ちを食っているだけではあっという間勝負がついてしまいます。ようやくブル中野の反撃が開始されました。重たいアジャコング持ち上がりません。しかし今顔面をですね相当マットで打ったんじゃないでしょうか、アジャコングでやります。アジャそしてブル中野2人の宿命の対決、これが2回目の花をデスマッチ。おっと今上を越されますね、逆になった、逆にブルが取った、いやこれは手違いであります、完全に手違いだ。しかし遠い間攻撃を受けて立っておりますアジャコング、さあどこまで我慢できるか。これは本来自分が使うはずの競技でしたねえ。バイソン木村どんな気持ちでしょうか、ブル中野に渡してしまいました。いやぺしゃんこですよ、たまりませんね。あの凶器は本来外に出さなくちゃいけなかった、そしてヌンチャックが入った、ヌンチャックが2本入りました。完全に完全にブルのペースになった、なんと顔面に、さあ鮮やかにヌンチャックを使っている、背中に腕に、さあそしてどうとどめを刺そうというんでしょうか。完全に事態は一変いたしました、今度はブルのペースであります。アスカ、はい、ね、ようやくブルがペースを取り戻しましたね。そうですね、やはりあのヌンチャク攻撃はね、もう昔からすごい発揮しましたからね。いやアジャの方も額を切りました、ね、そうなの、しかしほらアジャの場合は顔面にペンティックしてるからね、血が出てるかどうか分かんないけども相当切ってる、いやリング上に競技が散らばってるって異様ですよね、競技がバラバラ散らばっちゃってどうしようもありません。さあそして今度はロープに振った、どうかアジャット一発、レーン顔面に炸裂、さあブルの重量攻撃でやります、ヒップドロップ、あ相当アジャもやはり顔切ってますね、すごい鮮血してますね、流血だ。さあエプロンにおいてドワーッとぶっつけた、金網にぶっつけました、さっきやられた当時のことを今ブル中野が見事にお返しをしております。どうですか阿部さん、いや壮絶ですね、早くもね、まさにあの五分と五分という感じになってきたんじゃありませんか、今度はアダガザカ、ジャガーここまでどう見てますか。そうですね、もう大宮大会よりは全然エキサイトしてますからね、見応えはありますよね、そうそう、で彼女たちも1回やってますからね、はい、扱いが分かってるんでしょうね、そういう意味では面白いですね、同点食い打ちが出ました。確かにジャガーが言ったようにやはりデスマッチに慣れたなんて言っちゃちょっとあのおかしい表現ですけども2回目ですからね、阿部さん、そうですね、この辺はやる使い方っていうのは分かってるでしょう、前回やっぱり鏡の使い方を知らなかったです、ね、あそうかそうか、何度か ぶつけはしましたけどね、はい、やっぱりレフリーがいないというのがね、そうそう、逆にいいですね今回、前回はね足を大きく切ってもうほとんど動けなかったあのブル中野なんですけど
もしかしそのブル中野が追っていったんですが、それを逃げるようにいたしまして金網の上に登って逃げたんですが、今回はですね相手をやはり金網の中でノックアウトしなくちゃ逃げられないと、本当らしいですね、強烈な技、しかもあの体に重量があります、重量攻撃であります、100キロと100キロのぶつかり合いという感じになっております。あれであのキックを入れてるわけですか、ブル中野体は大きいんですが小さな技を使いました、迫力満点であります、破壊力があります。さあブルが今2段ロープに上がりました、そしてこれから3段ロープ、トップロープに上がった下にいるのがアジャコング、さあブル必殺のミサイルキックが出ました。今度はこちら側のまたロープに上がります、なるほど空中殺法を使おうというところ、しかしアジャコングが来た、足を取った、足を取った、さあ今度はブル中野、あーっとエプロンに沈みました、凶器はもう本当に中に散らばってますんでね、あれこれはブルンじゃなかったのかな、そうですね、ブルンでしょ、はい、あーまたあの足を狙ってますね、例によって太ももを狙ってますね、あ今度はついた、あそこには大きな傷跡がはっきりと肉眼でも見えます、残ってますね、この放送席から見えますからね、あそこまた切ったんじゃ大変だ、そしてさっき散々やられました東遊館ぺちゃんこになっておりますが、これを持ちました、やはりあの太ももを狙ってますね、左の太もも、さあジャコング顔面から血を流しながら強攻撃、大宮スケートセンターで痛められました、左の太ももを狙っております、あーっとあれあのぺちゃんこになってますから打ちどころによっちゃ切れちゃうんですよ ね、 そうですね、前回はねそれでざっくりしましたからね、怖いんですよね、はい、あーっとまた行った、そういった狙い方であります、なかなかしっかりしてますね、アジャコングも強気な感じはありますが、あハサミ持ってますね、はいはい、ハサミ持ってますね、ハサミを持ってるか、ブルがハサミ持ってますよ、これはいかん、いやダンプ松本と大森ゆかりの指導を何か思い出すような展開になってまいりました、あーっとハサミの滝をなんと太腕に突き立てております、ブル中野よくないですよ、篠さん言うことは、これはよくないよくないよくない、分かってるけどどうしようもない、金網の中で展開されておりますストーリーあります、あれであのもう裏剣も使えなくなりますね、そうそう裏剣も使うんでね、あメドーサが入ります、あーっとメドーサが今入ってこようとしました、メドーサ決起に流行ったメドーサが今アジャを突こうとして、あー決死棒であります、決死棒メドーサ、メドーサに対しましても容赦のないハサミ攻撃が展開されております、メドーサもあの向こう水の、ね、レスラーですから入ってこようとしました、メドーサがたまらず入ってこようとしました、あれ何かロープを持ってますよ、ロープを、はいロープをかけて入ってあーっと今あのロープを取ろうといたしました、あーアジャにロープが渡りました、アジャにロープが渡りました、メドーサからアジャに、あーこれを今度は首にぐるぐる巻きにしております、さあまさに金網デスマッチ、デスマッチを展開しております、いやー塩野さん、塩野さん何かあのアジャコングの方が苦しそうですね、しかしブルの顔面もですねあっという間真っ白になってきましたよ、阿部さん、完全に宙が体がこう浮いてますからね、そうそう、うん、これはあのそして場外ではもうね全選手が2つに分かれまして、これまた場外戦を展開しております、さあなんとかロープを首から外した、ブルがロープを首から外しました、今度は腕に巻きつけようとしております、散々痛めつけた、ハサミで痛めつけました腕に、今度はロープをぐるぐる巻きにしようとしております、やはりあの裏打ち裏剣が効いております、したがってあなるほどロープにねほらロープを結びつけまして、頭にこれはもうちょっとアジャコング完全に捉えられましたね、そしてどうするか、あこのまま逃げようと、外れちゃった、これはダメだこれはダメだ、これは中途半端でした、捕まった、しっかりと足を押さえております、いやあーっとっとっと、下からどうしてるか、何か今竹の棒が出ましたね、
ブルが逃げようといたしましたが、メドーサが竹の棒で、今度はアジャが逃げようとしておりますが、これもダメであります。いやいや、こういった形で逃げてもこれは認められるはずはありません。これは逃げられません。今回のなかなか器用にロープの上を動いてますけども、ダメであります。ダメね。え、阿部さん、今回は認められない数ですよね。そうですね、相手はノックダウンしてないのに、一応 KO したと自分では思ってるんだと思いますけどね。あ、そうかそうか、まだまだあの決着はついておりません。金網デスマッチ、さあ続きでやります。お、また東遊館が入った。がっちりと今度は受け止めた。あーっと、東遊館、新しい東遊館でブルー中野に対しまして必殺の攻撃を展開しております。3発が入りました。しかしね、やはり相当効いてますよ。ほとんどあの右腕を使えませんから、左腕1本で強力攻撃をやっております。4発目入りました。今チェーンが用意されてます。あー、とうとう今度はチェーンが入ろうとしております。井上京子が行った。井上が行った。しかしブルが待っている。この辺りはどうなるのか。井上が行った、井上が行った。さあ今ブルが手を伸ばした。あーっと、チェーンが入った。メドーサが行っている。メドーサが行っている。あれあれあれ、長々と今チェーンが入って胴体に巻かれました。アジャコングの胴体に巻かれようとしております。そして首に巻かれております。いや、これは金網の中と外の連携プレーであります。メドーサが出る。あー、マット吉永、ちょうど放送席の前、メドーサと乱闘です。いや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 、バット吉永、メドーサ、2人がお互いに譲りません。放送席の前、中では投油管を使いました。ちょっと動きがなくなりました。アジャコング動きがなくなった。逃げられるかどうか。狂気を使いました。逃しません。なるほど、これは実はブル中野が持ち込んだ狂気であります。これをアジャコングが使っております。そして例の左の太もも攻撃であります。太もも攻撃です。ここは大宮スケートセンターで徹底的に痛めつけられました。ブル中野のウィークポイント。アジャコングも負けておりません。さあ、なだれ式に行くか。なだれ式でやります。大したもんだ。アジャコング不敵な笑いを漏らしました。今度はブル中野やられました。逃げようとしてちょっと後ろを見せましたですね、アジャコングに。そうですね、もうちょっと完全に KO してからでないとね。そうだ、大丈夫ですね。今度はアジャが行っております。お互いに逃れようとしております。やはりあの2人とも苦しいでしょう。苦しいんで、やはり相手がちょっとあの攻撃の手を緩めると脱げようとするんでしょうね。今度は逆です。ブル中野、狂気を使っての攻撃、これはたまりません。この高い金網からは簡単に相手がノックアウトされない限り逃げられませんね。そう思った方がいいんじゃありませんか。さあブル、どうするでしょうか。さあ今コーナーポストに上がった重量攻撃。さあこれは絶好のチャンスだ。なかなかと伸びているが、うまかった。この辺がアジャコング、うまいところバックを取った。おーっと、ジャーマンが出ました。中には凶器が散乱しております。そしてまた入った、大きな竹が入りました。あーっと、竹の先を使っております。先端を使った攻撃。逃げてますけどもね、これはちょっと逃げられません。ブル中野、大きな太い竹を持っておりますアジャコング、強攻撃。まあね、断髪元は竹刀を使ってましたですけども、しかし大きな竹でねやられたんじゃ、これはもうブル中野たまりません。お、コーナーポストに上がった。さあ脳天から一発いくか。おーっと、そして、あー、今の取った井上であります、井上京子。さあこれはうまかった。ブル中野助けられました。さあ脳天食い打ちか。脳天食い打ち、大きな体を落としました。そして今度はブルが上がる。またもコーナーポストであります。なんとしても重量攻撃か。いやいや、このまま逃げようというところ。あ、今のは効いていた。パイルドライバーは効いていたか。ブル中野うまく逃げられるか。
さあ立ち上がるか、立ち上がるか、いやここから飛んだら大変だ。あーっと危ない、こんなから危ない、あーっと拝んで、やったー、これはたまりません。とどめを刺しました。拝んで今あの高いところから落ちました。これはブルナカの迫力十分だ。これは逃げられるでしょう。いやー完全に伸びた、アジャコング伸びた。ブルナカノが今ゆっくりと金網を伝っております。よく飛びましたね。今あの一瞬後ろに落ちそうになったでしょう。あれ後ろに落ちたらそのまま自分が自爆してますよ。驚きました。アスカ驚いたね。すごい根性ですね。驚いた。よっぽどみんな悔しかったんですね。ブルナカノの真骨頂を見た、怖さを見た思いがします。さすがブルナカノです。アジャコング金網の中で長々と伸びております。ブルナカノ見事に雪辱、恨みを晴らしました。ブルナカノ依然として五角同盟、ブルナカノ健在だ。ブルナカノ、いやこれは見事、ブルやった、会心の勝利だ、会心の勝利。今6万頭の面々を引き連れてブルナカノ凱旋であります。両腕を高く突き上げて今金網の周りを回っております。嬉しかったんでしょう。しっかりと井上が、そしてバット吉永がこのブルナカノに付き添っております。ああ、とうとう肩車であります。やはりあの大宮で負けた悔しさっていうのはブルナカノ忘れられなかったんでしょうね。そうですね、まあ、あの上から飛べるのはすごいですよね、はい、いや勇気がありましたね、今もジャガーに行ったんですけども、あれ途中でね後ろに自分が落ちそうになったでしょ。落ちてたら完全に自爆ですね、はい、まあ、相当勇気がいるし ね、すごい技ですね。だからあの飛び降りるときに自分で拝みましたでしょ、あー、まさに精神が込められておりました。見事今金網の中にブルナカノ入ってきました。長々と伸びております。アジャコングに代わってバイソン木村マイクを持ってます。メドーサが優しく今アジャコングを開口しております。おめえアジャが勝てないのにお前が勝てなきゃいけないだろ。髪切り宣言まで出ました。いやー悔しがってます。今日はあの金網デスマッチで負けた以上にこの最後のですねまたシーンで決定的に中野がですねアジャコングをやっつけましたですね、とどめを刺した感じであります。ブル中野ファンの歓声に応えて颯爽と引き上げていきます。アジャコング今日は見るも無残でした。阿部さんいかがでしたか。いやもう最後すごかったですね、声がなかったというぐらい、さすがブルと、そういう一戦でした。あの満員のお客様もですね十分堪能してくださったんでありませんか。今日は今日はもう十分ですね、最後の ね、もうきっちり技で決まりましたからね、はいはい、そして今日はライオネスアスカ、隣にね大森ゆかりさん、ついあの大森とかゆかりとか言っちゃってごめんね。いいですよ、つい昔の兄が出ちゃってね。イメージでしょ、なんか大森っていうのが、うん、そう今日はね、はい、2人にね、はい、一つ、ベストファイターを選んでもらいたいな、はい、これはですね、ブルちゃんでしょ。2人でも意見一致したんですけど、もう本当にブルの中のここにありをね、見せつけてくれましたから。だってこの高さプラス身長ありますからね、この 、目線ってもっと高くて、はい、うん、あれは度胸いりますよ。ブルったということで、ブル中野選手、ブル中野選手文句なしか、はい、ね、そしてレポーターですけどもね、三宅君は今、あ、向こう行っちゃったんだな。塩野さん、あ、どう、インタビュールームです。帰ってきたか。そのベストファイターのブル中野選手が隣にいます。はいはいはい、お疲れ様でした。2年前の今日、この体育館で初めて国門と形成したのがこの体育館だ。2年後の今日、まさかアジアとライバルで戦うとは思ってもいなかったけど、これでやっと1対1の決着がついた。今度こそ金網、またもう一度髪切りで決着つけてやる。それからマリウルフ、山田トヨタ、おめえらが目じゃねえぞ、いつでもかかってこい。
様でした。いやもう凄まじい気迫と言いますか、今日のね、ブルーはね、何言ったっていいよね、うん、何言ったって似合うよ。本当にすごい試合をね、見せてくれましたよね、はい、はい。今のブルが言ってました、私もうっかりしてましたが、1年前にこの体育館でね、互角、同盟ですか、国門党を結成して、ね、その時はちょっと一緒だったんだ。そうですね。ね、で2年目にアジャと決着をつけた、そういった意味であの、まあ、ブルの中野にもね、いろんなの思いがあったのかも分かりません。それでは最後に今日のフィニッシュ技をご覧いただきながら、興奮の横浜文化体育館からお別れしたいと思います。ごきげんよう。